ゴルゴ13は、斉藤、高雄による日本の劇画。1968年11月から小学館、ビッグコミックにて連載中。超一流のスナイパー、暗殺者、ゴルゴ13ことデューク統合の活躍を描く、劇画である。リード社より発売される単行本の刊行数は、単一漫画シリーズとしては、世界一となる203巻を数え、 2021年7月にギネス世界記録に認定された。同年3月時点でシリーズ累計発行部数は3億部を突破している。連載継続中の漫画としては日本で4番目の長寿漫画である。また、斉藤自身の手による連載期間は2021年9月時点で52年11ヶ月となったが、この数字は同一作家による。 連載漫画としては日本で4番目の長さとなる。作品のほとんどには狙撃の依頼者がいて、コードネーム、ゴルゴ13ことデューク統合に特殊な依頼ルートを経由して接触する。G は、個人的ルールにそぐう場合に、それを受け負い、ひとたび受け負ったならいかなる困難があろうと完遂する。これが、おおむね一話完結の物語として発表されている。 狙撃の依頼者がいない作品としては、G の出自を探求、推理する作品、G が何かしらのトラブルに巻き込まれる作品、G の狙撃感推率がほぼ100%であるがゆえに、G に狙われているとの噂に惑わされる人々を描いた作品など、G による狙撃が中心ではない作品もしばしば見られる。依頼された G の狙撃対象は人間のみならず、物品、あるいは、 自傷の場合もある。それは、世界情勢、経済状況、人間関係などにおいて、対象が G の狙撃によって排除あるいは、機能不全にされることにより、依頼者にとっての分かれ道となる。依頼者は、G による、狙撃冠水によって、自らの成功あるいは有利となることを期待しているが、依頼者が意図した結果を見るとは限らない作品も、少なからず見られる。 すなわち、作品の中には、己の人生の分岐を他人である G 任せにし、期待した結果にならない場合もあるのである。いずれにせよ、狙撃という手法から、各国の諜報機関などから超一流の狙撃士と認識され、各国には、過去の狙撃と、その結果起きた事象のレポートが蓄積されている。各国の諜報機関は、G の動向を、逐一モッチしており、 国益にかなう場合は援助する一方、国益に反する場合には、徹底的に攻撃を加える。そのような国家権力との間の大勢に、無勢の戦いであろうと、G は生き残る。さて、狙撃は、本来、非合法である。それでも狙撃を依頼する、者たちは、この作品の中では、非合法の裏社会の者の,のみならず、国家の中枢にいる者や、 一般市民である例も多い。すると、非合法の狙撃を決断するほどの依頼者たちの背景や心理状況が描かれなくては物語としては成立し得ない。そこで多数の協力者が執筆した脚本をもとに作品が作られている。実在の事件がイメージされるエピソード、または実在の後人をモデルにした人物の登場もあるが、いずれもあくまでもフィクションである。 劇画、ゴルゴー13は、小学館、ビッグコミック誌に連載されている。最新作は、第611話逆進のプラントアカデミー。1968年11月発売の1969年1月号に、第1話ビッグ政府作戦が掲載され、2020年4月までは一度も、救済せず連載を続けていた。しかし、 2019年の新型コロナウイルスの感染拡大を受け、作業時の3密を避けるため2020年5月25日発売以降より、新作を救済すると発表した。救済から1ヶ月半を経て、2020年7月10日、発売後より新作の連載が再開された。なお、この救済はあくまで自然災害による、やむを得ないものだったので、斎藤。 高尾の事情による救済は彼が2021年9月24日に死去するまで一度もなかった。毎回36ページが掲載される。このコでは便宜的にこの一度に掲載されるボリュームを一流と表現している。連載において一つのエピソードは複数回の掲載にまたがることが多い。理由のものはそれぞれ大話前編。 後編と三優のものは、それぞれ大話前編、中編、後編と四優のものは、それぞれ大話前編、中編一、中編二、後編と表記されている。また、一優のエピソードを単発、二優のエピソードを前後編、三優のエピソードを三部作とも呼ぶ。掲載時の特徴として、次の点が挙げられる。 毎回一優のボリュームで掲載されるが、周年などのイベント時には、過去に一優の作品が二作同時に掲載されたことも、ある。また、二優の長さの作品が、一挙掲載されたこともある。本誌のほか,かつては、ビッグコミック増刊号にも、一優の新作が掲載されていた。ゴルゴ13のエピソード一覧や、ゴルゴ学などでは、 増刊話のように表記されている。しかし、2011年12月増刊号掲載の増刊106話もう一人のプロフェッショナルを最後に、増刊での新作の掲載はなくなり、以後は一流の旧作が再録されている。この増刊掲載の分は、本誌のエピソード数にはカウントされていない。増刊掲載の新作は延べ106制作されたため、 ゴルゴ13のリリースされた総エピソード数は、本誌の掲載エピソード数に106を加えた数字になる。別冊ゴルゴ13シリーズ、ビッグコミックに掲載されたエピソードは、3年ほど経た後に、小学館から、ビッグコミックスペシャル異臭別冊特集ゴルゴ13シリーズとして発刊される。以下、別冊、ゴルゴと表記する。発売日は、 3.69.12月の13日、定価は税込み550円である。サイズは B6 サイズで B5 のビッグコミック紙の半分のサイズになる。平戸時でカバーはなく、ザラ紙に印刷されており、いわゆるペーパーバック定裁で、現在のいわゆるコンビニコミックの元祖である。1970年1月1日に第一集が刊行され、 最新刊は2021年9月13日発売の第213週。収録作は、地獄のホバートレース、ゴルゴダの少女の2作、JN4 兆9102億9679万1017から00500。この第213週という数字は、漫画としては、最長巻数である。第1週から第28週までは、 関数表示が一切ない。第29週から第167週までは、裏表紙に小さく、29のように、第64週以降は、裏表紙に加えて、本の背に、ナンバー64のように、第168週以降は、本の背に加えて、裏表紙に、ナンバーワ六6 8のように表示されている。百七十一年一月一日発行の、 第5週までは、ビッグコミック増刊と称していた。一巻に8優分収録される。一優を36ページとすると、約288ページ相当という感情になる。実際は、340ページほどのボリュームとなっており、この差は、ゴルゴー13以外の他の作家の漫画文や広告、扉への再収録の文である。以下のような特徴がある。 増刊ゴルゴ十三シリーズ、別冊、ゴルゴに収録されたエピソードは、約1年ほど経ってから小学館から、ビッグコミック増刊ゴルゴ十三総集編として、発刊される。以下、増刊、ゴルゴと表記する。1973年1月15日に第一週が発行され、最新刊は2021年11月12日発売の、第205週。 カルミアの髪飾りの女、アイコンストラクション、フトゥーロデ・ボリビアの3作が収録されている。JN4 兆9102億9677万1217から00436。発売日は2.58.11月の13日頃、税込み定価は480円である。B5 サイズのホッチキス中途時で、ビッグコミックと同じ定裁、同じ画面サイズになる。 カバーはなく、ザラ紙に印刷されており、増刷はされない。関数は、ボリューム205のように表示されている。一巻に8優分収録される。一優を36ページとすると、約290ページ相当という感情になる。以下のような特徴がある。SP コミックス、増刊、ゴルゴに収録されたエピソードは、約1年ほど経ってから、リード者から、 SP コミックスゴルゴ十三として発刊される。以下、SP ゴルゴと表記する。発売日は、四点七九点一二月の五日。サイズはいわゆる、大人漫画のサイズで、小学館のビッグコミックスのサイズと同じである。九百七十三年六月二十一日に、第一週ビッグ政府作戦が刊行され、最新刊は二千二十一年十二月六日発売の、 第203ロンメル将軍の財宝、収録作は、表題作と、ミシュラヌバーで、レポスセシオン航空機奪還作戦、の、計3作。関数は、背と表紙に、203のように表示されている。一巻に6遊分収録される。一遊を40ページとすると、約240ページという勘定になる。以下のような特徴がある。 SP コミックスの想定想定はマイナーチェンジが繰り返されている。初版の詳細な想定は以下の通り。また69巻の奥付発行日は1989年1月8日と存在しない日になっている。LP は最終ページの C はカバーの略。その SP コミックスのゴルゴ13が初版かどうかは 6巻から16巻と108巻以降は、初版の表示があるのでわかる。SP コミックスコンパクト、SP ゴルゴに収録されたエピソードは、約2年ほど経ってから、リード社から、SP コミックスコンパクトゴルゴ13として、発刊される。以下、文庫、ゴルゴと表記する。2002年9月30日に第1週、ビッグ政府作戦が発行され、 最新刊は2021年10月末発売の第164週13番画目の客収録作は表題作と血まみれのマハ、軍隊を持たぬ国の計算作発売日は2.610月の月末最終日サイズは文庫のサイズだがリード者はコンパクトと称しているなお1976年から1988年に 小学館の文庫からも文庫サイズで刊行されているが、このシリーズは小学館文庫の項を参照されたい。関数は、せに164のように表示されている。1巻に7有文収録される。一遊を42ページとすると、約300ページ相当という感状になる。以下のような特徴がある。マイファーストビッグ、文庫。 ゴルゴに収録されたエピソードの一部は、小学館のコンビニコミックの MFB のラインナップで、MFB ゴルゴを13として発刊される。MFB ゴルゴと表記する。1999年7月23日に第1週、VS マト &VS アーミーが発行され、最新刊は2021年10月発行の。 第192週、ネガティブレガシー負の遺産、収録作は赤い5月の使命、ティモールの砂鉄、シンクロトロンベシーマイナス1の3作。発売日は1.23.56.80.11月の第1金曜日。発行月がまちまちに見えるが、SP ゴルゴが発刊されない月に発刊されるパターンとなっている。サイズは B6 サイズで、 B5 のビッグコミックの半分のサイズになる。平戸地でカバーはなく、ザラ紙に印刷されており、いわゆるペーパーバック定裁である。基本的には増刷はされないが、一部は増刷されたり、あるいは時間を置いてから、アンコール発売などと見えって再販されることもある。関数表示はないが、コンビニで購入した場合、レシートで関数を知ることができる。 アマゾンカタログでも確認できる号もある。また、その巻のテーマや題材が本の瀬と表紙に表記されている。英語にワードのことが多い。例えば、115集はサイレントメモリーズとなっている。1巻に6遊分収録される。1遊を42ページとすると約250ページ相当という感情になる。実際は、 270ページほどのボリュームとなっており、この差は追加されたコラムや広告の文である。以下のような特徴がある。SP コミックスポケットエディション文庫ゴルゴに収録されたエピソードの一部はリード社のコンビニコミックのゴルゴ13ポケットエディションとして刊行される。以下、ポケットゴルゴと表記する。発売日は不定期。サイズは文庫のサイズだが、リード社は 文庫ではなく、ポケットと称している。カバーはなく、ザラ紙に印刷されており、ペーパーバック定裁である。2011年3月24日に第1週、番号預金講座が刊行され、最新刊は2020年3月刊行のボリューム147、史上初の狙撃者、収録作は、表題作と、高度1万メートルのエピデミック、檻の国の、 計3作。なお、2008年間のリード社版アニメベストセレクションもゴルゴ13ポケットエディションと名打たれているが、そのシリーズはリード社版アニメベストセレクションの項を参照。関数は非常に小さく、表紙にボリューム147のように表示されている。1巻に7優文収録される。一優を40ページとすると、 約280ページ相当という感情になる。以下のような特徴がある。2008年4月より、ヤフーコミックにおいて、ザ・アーカイブ・セレクション・オブ・ゴルゴ13と題して、傑作戦が、ウェブコミックで配信されている。キンドル版もリリースされている。大人向けの劇画作品を発表する場を求めていた、斉藤は、1968年2月末の、 ビッグコミックの創刊号に、探しやハゲタカ登場。で参加した。これに続いて、同年、ビッグコミック市場に発表した作品が、ゴルゴ13であった。斉藤は、現代劇は苦手であり、ゴルゴ13を執筆したのは計算の上でのことである。どうせ現代劇にするなら、極悪人にしよう。しかし主人公が嫌われてはまずいので、社会悪ということにしよう。 それなら善悪の解釈は時代によって変わってくるのだからといった次第である。また斉藤はゴルゴはヒーローではないともしている。故に堂々としていないという。やがて、それまでの漫画、劇画の主人公としてはあまりに異質なキャラクターが登場する物語が評判を呼ぶ。特に、 依頼者との約束は必ず守るという心情と、そのための超一流の技量を身に備えた男の中の、男ゴルゴ13の人気は高い。世界情勢や時事問題を巧みに取り込むことによって、冷戦終結で、活躍の場を失うのではないかと言われた企業も乗り越え、同市場において2020年5月の初の、救済までの実に52年間、 ただの一度も連載を休まないという快挙を成し遂げた。またあくまでこれは仕事であり、一般の社会人と同様に長期間続けて飽きるとか、飽きないとかの話ではない、としている。連載開始当時の1970年代における劇画のスタイルを踏襲している。また、1ページ目に、超永久狙劇種のスーパーアクション、のキャッチフレーズ。 サブタイトルのダイポグラフィ、あるいはあくまで数話読み切りの漫画で、その集合体として、ゴルゴ13シリーズと呼んでいるなど、連載当初からの掲載も固守している。斉藤、プロダクションでは制作は分業制をとっており、2020年時点で10名帳のスタッフが関わっているが、ゴルゴの顔だけは作画スタッフが描きたがらず、斉藤自身が描いている。斉藤曰く、 ゴルゴの顔は誰でも描けるような造形であるはずなのだが他の人物が描くとちょっと違うらしいとのことで斎藤の知り合いの女性が言うには斎藤が描く主人公には色気があるそうである本作では様々な国家や人物が登場し体制に属する人間はゴルゴ13を使って敵対国に介入し目的を達成しようとすることが多い 冷戦期は主に米ソが舞台、または絡んだ話が中心となっていたが、冷戦後、特に2000年代に入ってからは中国を題材にした話が急増している。中国は冷戦中は善玉、または単なる依頼人であったことが多かったが、2000年代に中国の大統や反日デモの頻発化が顕著になると、標的側や依頼人側に回ったとしても、 ゴルゴのルールに反し制裁を受けるといった傾向が多くなっている。作品にリアリティを出すため、斎藤は舞台となる街の描写、特に街の匂いにまでこだわっている。インターネットがない時代、特に当時日本では情報が少なかったアフリカの空港などの風景もリアルに描かれているが、資料が手元にない場合はまずその国の大使館に問い合わせ。 それでも収集が難しい場合はその国に行くという一般人を探し出し訪問ついでに作画に必要な風景を撮影してきてもらうなどして描いた。特に1986年以降に起こった歴史的な大事件、天安門事件やベルリンの壁崩壊などはほぼすべて描いている。このかゴルゴ13の中でも最大の謎であるゴルゴの生い立ちについては 2017年時点で7回、触れている。ルーツ編をやると売れるので編集から頼まれる部分も、あるが、斉藤自身も楽しんで描いている。ただ、斉藤自身は、どのルーツが本当なのかは考えないようにしている。ビッグコミックでの連載開始当初、斉藤は、ゴルゴ13を10話で終了させる予定だった。殺し屋を、主人公にしても、 その殺しの手段を使い切れば、ネタ切れになってしまうだろうと考えていたためである。都市伝説の類で、最終回の原稿はすでに完成しており、金庫の中にしまってあるという流言もあるが、ゴルゴ学によれば、実際にはまだ執筆はされていないことが、斉藤本人によって明らかにされている。最終話の小回りについては、最後のシーンまで頭の中で出来上がっているといい、 最終話は20代の頃に考えたため、当時考えたこまわりまで、すべて鮮明に覚えているとも述べている。また、最終話の内容については、自分以外に、キャップ二人にしか教えていないが、その二人は、すでに亡くなってしまったとのことで、結局は、最終回の内容について知る者は、斉藤本人だけとなっている。NHK 総合の 午後生2020年1月9日放送分にゲスト出演した際にもこの話が出たが成居した二人のキャップには教えたという前述通りの流れの後元キャップに少し前に会った時最終回の話をまだ覚えているかと尋ねたら教えたこと自体を完全に忘れていたという趣旨の発言をしておりやはり斎藤の存命中は彼以外に知る者はいないということとなっていた ただ一方で、今最終回を描いてしまえば、もう、ゴルゴ13は描けなくなる。また、ゴルゴは描き始めた時は32歳だったので、ゴルゴは現在82歳、と、最終回のヒントをゲストとして出演したテレビ番組の中で語っている。この他、最終回は使えない。この作品は僕の手から離れて、みんなのものになっているので、勝手に終わらせられない。 僕が死んだ後でも終わらなかったりして、と、NHK ラジオ、我が人生に乾杯。で語っている。連載50年を迎えたインタビューでは、最終回は、私の頭の中にあるけれど、私の一存では終われない。引き受けてくれる人がいれば、後を託します。結末もちゃんと伝えてねと語っている。2021年9月24日に斉藤が、死去し、 存命中に最終回が執筆されることはなかった。また、最終回のプロットを知る者がいなくなったこととなる。しかし、斉藤は存命中から、自分抜きでも、ゴルゴ13は続いていってほしいという、ビッグコミック編集部から、分業体制の究極と評される希望を持っており、斉藤、プロダクションの作画と、 脚本スタッフ、ビッグコミック編集部により連載は継続される。作者の斉藤、高尾によれば、連載当初のゴルゴ13の容姿のモデルは、映画版にも主演した、高倉健。また、他人が後ろに立つと殴る習性は、斉藤の兄が映画館から出てきた時に、足を踏まれたと、後ろの人を殴ったエピソードが、元となっている。連載開始当初は、 ゴルゴ自身のセリフを多く記載していたが、あまり喋らせるとボロが出るので依頼人など、ゴルゴ以外の登場人物に喋らせることにした。ゴルゴのセリフは、次第に減っていき、寡黙なキャラクターが定着した。東郷という姓は、中学時代の恩師である、担任の教師の名前から拝借している。本作品に登場している下記において、多くはリアリティを求めるために、 アメリカラスベガスの銃器ツアーなどにて実際に実弾発射など、きそれぞれの特性などを体験しての作品への採用をしている。ゴルゴ13は日本において広く知られた漫画キャラクターの一人であり、狙撃手の代名詞といっても過言ではない。その特徴的な風貌もあって、数多くの漫画の中でパロディキャラクターが登場している。お笑い。 番組でもしばしばパロディ化される。また CM、広告にも多数出演し、ゴルゴの強さの裏には、数々の商品が関係していることが、明らかになっている。テレビ番組、雨上がり決死隊のトーク番組雨トーク。では、ゴルゴ13芸人という企画では、企画をプレゼンした、日で、その実現をプロデューサーに進めた、東野幸治のほか剣道小林、 山根義明、シャド・マレーンが、ゴルゴ13に関するエピソードやシーンについて、司会の雨上がり決死隊と共にトークを行った。オートレースでは、選手が自分の車両を保有し相性をつけているが、土屋英座は、歴代の保有者に、順に、スーパーゴルゴ、S ゴルゴ、ゴルゴ13、G13 と命名している。競争馬にも、ゴルゴ13に由来する馬がいる。 ゴトモヒデは、週刊宝石に連載していた漫画の評論にて、穀物戦争討論の斧汚れた金は、デュークが登場せずとも、トリックが成立し得るストーリーだが、ゴルゴ13であるためにデュークを登場させたと指摘した。するとゴルゴファンから抗議が殺到し、クレは再反論する羽目になった。一連のやりとりは、ゴトモヒデちょ、バカにつける薬の P104 から、 P124、鹿を撃つに収録されている。また、ザゴル語学内でも、竹熊健太郎が論争を要約して触れている。1997年8月に発表され、SP コミックス版、第126巻、文庫106巻に収録されている。ハッピーエンドでは、破壊工作員のアクションヒーロー、ゲイリー・ライトニングが活躍する。 人気コミック作品の作家が自らの連載に辟役するという斉藤自身のセルフパロディ的なエピソードが描かれる。その作家はゴルゴへ依頼を行う、会談の中で何度やめようとしたかわからない、周囲は許してくれなかった、何度も作品の中で殺してやろうと考えた、もう年さえ取りはしない、と語った。後年。 ビッグコミック史上にて、同じく長期人気連載を持っていた、秋元治と対談企画が行われた際にこのエピソードが取り上げられると斉藤は、ま、それ、本音ですね、とコメントしている。SPR マーク12 Mod 0 M16 をベースとする米軍の特殊目的ライフル作中で、ゴルゴ13は状況によって様々な銃を使い分ける。その中の M16 は、 本来軍用昇降系アサルトライフルであり、遠距離の狙撃に適した銃ではない。しかし、ゴルゴ13が使用している M16 は改良が施されており、あえて M16 を狙撃銃としている理由について、デッドアングルで解説されることとなった。その後、激突。AK-100VS M-16 で、ゴルゴは、 AK-47 の開発者であるカラシニコフに自分は一人の軍隊であると発言し、ゴルゴの体格に最も合い、狙撃銃、アサルトライフルとしての性能を高いレベルで両立できる銃として M-16 が最適であるためにゴルゴが M-16 を使用しているとカラジニフは解釈した。この際、ゴルゴは AK-1-00 が50年先も命銃として 残るだろうが、M-16 にはそれまでの寿命はないとも彼に話したが、最終的には、カラジニフがゴルゴに抵抗したため殺害に及んでいる。また、ゴルゴは、M、M16 の開発者でもあるストーナーに、M、M16 の欠点や改良点をアドバイスしたらしく、それをもとに、M、M16A2 を開発したという設定になっている。劇画家の小林玄文によると、 本作の連載開始前、当時モデルガンメーカー MGC の社員で、宣伝部所属だったイラストレーターの上田真に、斉藤、プロから、新連載の主役である殺し屋に持たせる銃は何が、いいかと、それが狙撃に使うものであるという説明なしの質問があり、最新の軍用銃だった M16 を勧めたのが、採用の理由であったという。また、 ゴルゴ13は、狙撃手という印象が定着しているが、初期の作品においては、必ずしも狙撃を行わず、必要な場合のみ、手段の一つとして、狙撃を行うオールマイティーな殺し屋である。実際、過度に、M16 に固執しているわけではなく、超長距離からの精密な狙撃が必要な状況や、仕事の内容によって、M16 以外の銃を使用していることもある。 なお、斉藤隆雄自身は国内外の様々なライフルから M16 の多様性を評価しゴルゴ13の愛獣として採用したとコンバットマガジン誌で語っている。リード社 SP コミックスコンパクト163巻までに収録されたエピソードのうち8本以上を書いている脚本家および7本以下でも特質性のある脚本家のリスト。数字は 作品数。ただし、SP コンパクト版に未収録の作品、及び脚本家の名が脱落している一作品は、カウントしていない。また、500人脇メラの動力は、声夢と横溝国彦の共調で、双方いずれにもカウントしている。なお、斉藤は、実写版、ゴルゴ3を取るならば、ハンマー投げ選手の室伏広次しかいないと語っている。 ゴルゴ13ゴルゴ13クイーンビー1971年4月から7月まで TBS の平日23時30分23時40分で放送を初のテレビアニメ化だがセルアニメではなく劇画の静止画に登場人物の声や効果音などを吹き込んだいわゆるスチールアニメであるまた女性役には当時人気があった女優や歌手を起用した しかし、後年のアニメ特集やアニメ雑誌などで取り上げられることは、ほぼない。声の出演連載40周年を記念した作品で、初の動画でのテレビアニメ化となる。テレビ、東京系列6局及び BS ジャパン、一部の、独立 UHF 局及び地方局にて2008年4月11日、4月13日に、BS ジャパンで放送を開始し、 翌2009年3月27日で放送を終了した。ゴルゴ13の特質を表すセリフなどのうち、要件を聞こう、俺の後ろに立つな、命が惜しければが選ばれ、キャッチフレーズやナレーションにも使われた。また、ゴルゴ役の声優二巻広氏を起用している。また、本作以前の作品でゴルゴを担当した、経験のある声優もゲストで出演している。 逆に、本作で、ゲストキャラクターを演じた声優が、後年、ゴルゴの声を担当している。現代を舞台としているため、原作掲載時と比べ、時代にそぐわないものは、カットされたり、現代に合うように変更されたりしている。また、原作の特徴の一つ、現実の国際情勢や、実在の事件に題材を取ったジャーナリスティックな話は、登場せず、 エピソードの舞台となる国名や都市名さえ明記されないことが多い。またアニメオリジナル展開もあり、原作では匿名だったメインゲストキャラクターには全員名前が与えられている。本アニメのゴルゴは全編通して喫煙シーンがカットされている。連載初期のエピソードをアニメ化するにあたっては、作劇上必要なものを除きゴルゴのセリフがカットされている。一方で、 ゴルゴのセリフが一切存在しないエピソードについては、最低一言喋るシーンが必ず加えられている。DVD はバンダイビジュアルが発売し、2008年11月から全13巻でレンタルが開始され、11月に第1巻が、その後は毎月2巻リリースされた。ジョージの時に女性キャラクターが全裸になるシーンなどが多いため、 こちらも劇場版と同様 R-15 指定になっている。セル DVD は2009年6月26日から全4巻で発売された。第1巻は4枚組で14話、2巻以降は3枚組で12話収録と DVD ボックスに近い構成となっているが、1枚あたりの値段は約1500円から2100円程度だった。放送終了後に、 主題歌を歌ったギザスタジオの所属アーティストやグループが解散したり芸能界から引退する等と所在がわからなくなったことからブルーレイディスクについては現状では販売されていないただし海外版は発売されているネット配信については現在バンダイチャンネルなどで有料配信中ゴルゴ誕生45周年にあたる2013年には 同年4月より、東京 MX で全話を、翌2014年3月まで放送した。SP コミックス200巻が発売された2021年は、6月から9月まで、ファミリー劇場で放送された。スタッフ主題歌レーベルはすべてギザスタジオ。美光星の出演デイブは出ない回も多いので、本当の意味での主要キャラクターはゴルゴのみ。各リスト、関数のうち、は、 小学看板、ゴルゴ13アニメ化作品セレクションに収録されている、エピソードの収録関数。放送局1990年、リード社より、全10巻の VHS ビデオとして発売された。これはアニメではなく、原作に着色したものを画面に映し出し、そこに声優が声を当てる、というもので、絵は動かないが、衝撃のシーンで左右に揺らすなどの効果を与える。 程度の演出が行われ、セリフ、効果音も入っている。2000年10月から12月頃、日曜日深夜に、見る漫画というコンセプトで、読売テレビで放送され、後に、BS 日テレやファミリー劇場でも放送された。なお、3、アラスカ工作員の話では、アラスカ工作員、チンコンカにキバオ、の前半分で、4、チンコンカにキバオ、では、 新婚家に牙をの後半分、リオの早々、5、ラカルナバルは、ナチスバリ十字章はサビズ、ラカルナバルで構成されている。ルームナンバー 909ISBN4 から845813017、ナイトメア ISBN4 から845813025、アラスカ工作員 ISBN4 から845813033、8 鎮魂家に牙を ISBN4 から845813041ラカルナバル ISBN4 から8458から 1305XAT ピンホール ISBN4 から845813068キャサワリー ISBN4 から845813076キューリュのガロ ISBN4 から845813084 聖者からの依頼 ISBN4 から845813092動作24分の 4ISBN4 から84581306個のシリーズは2001年に新作が追加され VHS のビデオカセット前後間で再発売された1巻に3エピソード分が収録されているボリューム1ナイトメア,アラスカ工作隊ママ 落日の仕掛け ISBN4 から09から90万4244から8ボリューム2チンコンカにキバオラカルナバル折れた、や ISBN4 から09から90万4245から6ボリューム 3AT ピンホール、ママ、キャサワリーガリンペーロ ISBN4 から09から90万4246から4ボリューム4ォーューの画廊聖者からの、依頼メジャーオペレーション。 ISBN4 から09から90万4247から2ボリューム5動作24分の4シシリートの母表メスリーヌの猫 ISBN4 から09から90万4248から02011年に小学館から全3館の単行本が刊行された時代背景を小説発表時と同時代にしていたり原作にはなかったキャラクターの設定も 付け加えられている。いずれも、船戸い一が、外浦五郎名義で脚本を執筆した作品を、自らノベライズしている。1977年5月に NHKFM にて放送。1994年に、バーチャルサウンドムービーゴルゴ13と名打たれた、ドラマ CD が発売される。原作ではなかったシーンも追加されている。 日本放送開局40周年の企画としてリリースされた。スピーカーの外側からも音が聞こえるような、Q サウンドという録音方式が使われている。音楽は、ボブ・サクマ。演出は、日本放送の曽我部哲也。ゴルゴ13の声は、塚山正種。ナレーションは、野際陽子。CD2 枚組詳細な解説付き。収録は、以下の4話。 公認本で原作のコマが引用されている本いわゆる、謎本に属する本であるため、原作のコマが引用されていない。ゴルゴー13、クイーン B に関するカテゴリー。ありがとうございます。